そうですね、まあ、僕が一番力がついたやっぱスピード力なんですかね、まあ、あの先輩の仕事を見てるとですね、本当速いなってまあ思うんですけれども、なんとかそのスピードにまあ必死についていったらですね、まあ、最近お客さんからお前速なったなってよく言われるんですね、まあ、あの僕が一般入社して力がついたって言うとやっぱりスピード力ですかね。そうですね、まあ、あの僕が一番やりがい感じるって言いますとね、まあ、あの普段お客さんにいろんなご提案させてもらうんですけれども、まあ、あのお客さんが求めてる以上のものをご提案させてもらった時にですね、まあ、全てのお客さんが、まあ、喜んでくれるんですよ。あんでね、まあ、僕はその瞬間を見るとまあ嬉しいんですけれども、やっぱその瞬間一番やりがい感じますね。そうですね、三振工業の武器って言うとやっぱ笑顔なんですかね、まあ、実際お客さんからですね、あの見積もり依頼とかいただいたりするんですけれども、まあ、それを一回社内持ち帰ってみんなで協議とか打ち合わせするんですけど、まあ、真剣に、まあ、当然真剣に、まあ、取り組んでるんですけれども、やっぱりみんな楽しんで、まあ、あの仕事をしてるんですよ、まあ、それが、まあ、三振工業のまあ本来の武器っていうと、まあ、長年の技術力であったり知識なんですけれども、まあ、本来隠された武器って、まあ、私はもう笑顔やと思いますね。そうですね、三振工業って、まあ、いろんなチャレンジできる環境がある会社なんですね、まあ、あの実際僕が入社したての頃ですね、提案や企画したんですけれども、まあ、みんなそれをサポートしてくれたんですよ。まあ、その時僕むちゃくちゃ嬉しくてですね、まあ、いい仲間に出会えたなって思ったんですけど、まあ、これから実際入社される後輩たちもですね、まあ、こういういいスタートが、まあ、あの切れるように、まあ、僕も全力でサポートしますし、まあ、一緒に頑張っていきたいなと思います。そうですね、彼にはいつも助けられてますね。営業という職柄忙しいと思うんですけど、工場の仕入れとか他にも相談をするとですね、嫌がらずに聞いてくれるんですよ。今まで培ってきた経験や情報っていうのを出し惜しみせずに使ってくれるんで、同僚としてそういうところはすごい尊敬できますね。そうですね、柿の木園君は入社して5年ぐらい5年経つかな。もうか、あの三振の顔ぐらい言えるぐらいね、お客さんも増えて、いつももう帰ってきたら見積もりをすごく熱心に言ってて、柿の木園の子を見てたら将来がすごい楽しみかなって思います。期待してます。彼は入社当時から何でも相談してきてくれたんですよね。で、僕らが振り返るとこれはなかなか聞かんでもいいかなって思って進めて失敗したり結構あったんですよ。それは彼の場合は聞いてきてくれる、相談くれるんでスムーズにいっている気がするんですね。今振り返るとやっぱり相談されてるとすごい嬉しくて、やっぱ組織で必要なのはこれやなと思うわけなんですよね。まあ、今後彼を中心にやっていくんですけど、まあ、新しい子を入ってきてくれる子も含めて、まずは何でも相談し合える雰囲気づくり、これを大事にして、まあ、全員で取り組んでやっていく姿勢を持っていきたいですね。三振工業は大きく分けて2つの事業があります。1つはものづくり、もう1つはものづくりのサポート、ロケットの発射台、それから衛星系のパラボラアンテナ、船、それから橋梁、まあ、身近なところで言うと明石海峡大橋、こういった製造も担っております。またものづくりのサポート、これは工具の販売、それから産業機械の販売、工作機械の販売、こういったものの照射機能ですね、これを有しております。僕たちの仕事って一人で本当できないんですよね。一人一人の力を重ねてやっていく、これでどんなに難しい仕事でもうまくいくんですよね。三振工業にこれから入社されるメンバーと新たな挑戦、こ
これができるのが本当に楽しみです。